こんばんは。今回、持続化給付金についてちょっとお話をさせていただきます。前々からね、速稼塾の中で、持続化給付金っていうものを私がね、ずっと紹介しておりました。5月1日に受付が始まりまして、もうぼちぼちね、入金されている方がいるみたいで、私のところにもね、結構連絡が来るようになりました。一応ですね、慎重にいかないといけないことなので、私の方からね、お知らせすることは、私以外の方のは、差し控えていたんですけども、今日ですね、西アクラソンの山根さんから、持続化給付金の振込通知が来たということでね、はがきが来るんですよ。私の方に連絡いただきました。で、はがきが来たってことは、もう入金確定ですんで、おめでとうございますって形でございます。速稼塾の中でも、いろんな事業をね、皆さんにお伝えしてきました。その中で、多くの方が、いわゆるね、返礼金というものを当てにしてやっていたものがあると思いますけども、私はね、これに関しては、2020年、ほとんどの方、売上がゼロ同然になってると思うんですよ。ですんで、持続化給付金をしっかりとね、使ってくださいということをお話ししました。なんせ、去年の売上が今年に入ったらゼロなんで、ほぼね、これちゃんと確定申告なり、事業仕分けなど、事業仕分けっていうのおかしいですね。ちゃんと事業としての体裁を整えていれば、いわゆるまっとうにやっていればですよ。適当にやっていなければ、これね、ほぼ受け取れるんですよ。で、そのために私がまずはやってみましたけども、きちんと入金されました。私のお勧めする方法は、以前からお話ししましたように、全て法人でやりましょうってことなんですよ。法人を立てて、その法人の売り上げとして、法人のアカウントを作って、その法人のやり取りとしてね、決算をするということが、事業の基本ですから。でもね、法人化するのに30万ほどかかったりとか、いろいろね、帳簿つけたりとか、手間がかかるんで、そういう方は個人事業主でもいいんじゃないかなと思いました。最悪なのが、なんか知んないけども、売上つけてないってことなんですよ。そうなると、非常にリスクヘッジとしてはできてないって状態になりますから、今回の持続化給付金も全然申し込めないということになります。ご相談をいろいろできましたけども、ちゃんとやってない人は、これはね、ダメなんですよ。ですけども、今回山根さんみたいにきちんとね、個人事業主としてやっていただいた方、売上なり税金なりをきちんとね、決まりの通りにやっていた方には、きちんと今回の持続化給付金ということで、返礼、入金がございます。ということでね、もう数十名の方から入金があって、久保さんの言う通りやったらよかったみたいなこともいただきましたし、こういうね、持続化給付金っていうのを、自分はサラリーマンだったんだけど、久保さんが言うように、個人事業主を、名乗ってですね、活動していてよかったと。私はサラリーマンだけども、個人事業主としての活動の方で、こちらの方ね、返礼金はいただけなかったけども、去年と同額の持続化給付金をいただけたんで、結局、ゼロ開催だったということだったんですよ。要するに被害っていうかね、被害ではないんですけども、損がなかったということで、帳尻があったということでしたね。本当にこれ良かったじゃないかなと思うんですよ。本当たまたまなんですけども、たまたまこういうふうなことがあったんですけども、ただね、金銭的に損をしなくて済むっていうのは素晴らしいことだと思うんですよ。売上なり、それか返礼金の、元金って言いますかね、10ヶ月目のやつが去年の伝票についていれば、ちゃんとね、今年はマイナスですから、満額出るわけですよ。で、法人ね、私に相談して、法人をこう作って、顧問の方をみたいな形でされてきた方、法人なら満額200万出ますからね。かなりいいでしょ、200万出れば。で、アカウントを複数作っていた方がいますよね。それぞれ法人でされましたよね。全部出ますからね。だから3アカウントあったら200、200、200で600万入るわけですよ。文句ないでしょ、これで。ということでね、今回は、持続化給付金、しっかりと手続きをされた方は、もう入金が始まってますということで、入金の連絡をね、山根さん、他、許可取ってない方が結構いるんで、ちょっとお名前は言えませんけども、そうですね、何十名と言いましたけども、すいません、30名は言ってないです。20数名の方がね、持続化給付金の振込通知、もしくは銀行の入金を確認して、去年と同じ入金額をね、いただいてるということで、よかったですね。ですんで、私がね、今日お話したのは、こういったね、製品、こう化粧品とかね、水とかね、ああいうのを扱ってる事業なんですけども、あちらの方は、綺麗にですね、損失補填できているということでございます。おめでとうございます。おめでとうございますですよ。だから本当良かったでしょ。これを利用しましょうと。で、これからでも
手続きできますからね、ここからでも手続きできますんで、はい、本当に山根さんも本当お知らせいただきましてありがとうございました。やっぱり山根さんですね、私もね YouTube で呼びかけてきましたけども、山根さんも YouTube で呼びかけてくださって、で多くの方がね、損しなくていいお金をやっぱり損しない状態にするということができたわけですよ今回。ラッキーだったですね、ぜひこれからもね、しっかりやっていただきたいなと思います。そしてついでなんですけども、持続化補助金っていうね、持続化給付金にちょっと似ているんですけども、持続化補助金っていうのもあります。持続化補助金っていうのは事業活動に関する出費に対して、どんなことでも、人件費でも家賃でも備品を買ったでも交通費でも何でもいいんですよ。そういったものに例えば100万使いましたって言ったら、その100万のうちの3分の2を上限としてね、上限100万で補助してくれるってものがありますんで、ものすごくね、事業活動楽になります。こういった制度をいろいろ利用してですね、やっぱ損のない、出費の少ない収入が多い事業を作っていってもらいたいと思います。私はこの辺ね、やっぱ事業シビアに見てて、ただ利益を出したりただ経費を削減するだけではなくって、ある一定の方向に事業を進めてる方には国が応援しますよって言ってね、金銭的に補助してくれる制度が、まあ実はね山ほどあるんですよ。そういうのを知るためにも、個人事業主もしくは法人という形できちんと事業をした方がいいと私は思います。でそうでなくてね、なんかこう所得ごまかしてみたりとかね、納税しないってことになってみると、こういった補助を受けるっていう、そういうふうな視点もなくなっちゃいますから、非常にリスクヘッジとしては弱いと思います。ということで今回は山根さんからいただいたレターに対してね、返信とともに、速稼塾を中心に、まあ、例のやつっていうんですか、久しぶりに言いますけども、例のやつに関わってる方は全員これ使いますからね、全員使ってくださいね、損がなければいいでしょということでございました。あとはね、使うか使わないかはあなた次第ということでございます。詳細の手続きの方法ですとかね、なんて言います、帳簿のまとめ方っていうのはここでやりません。もうむちゃくちゃ簡単なんで、それはご自身でされてください、ご自身の事業ですから。詳しくはね、山根さんのサイトをここつけておきますので、山根さんの動画をね、そちらの方から改めてご覧いただければと思います。本当に山根さん良かったですね。こういうのをやっぱり利用していくのもリスクヘッジですよ。では本日は以上です。